一週間分のコメントを読んでいこう。はい、ということで、今週も読んでいきましょう。はい、まずは、楽屋、吉本芸人ニュース。はい。刺身が来てくれたやつですね。そうですね。はい。ここで早速、コメントが来ていますよ。リロイ太郎です。え？刺身くんありがとう。ニューヨークさんありがとうございます。マジでゲームをする暇しかないです。リロイ太郎の YouTube チャンネル登録増やしたいです。お願いします。何を言ってるんですか？なんか関係、なんか言いました？リロイの話してたじゃん。刺身。あ、そうですか。だからリロイ太郎の YouTube から直接。いや、リロイもぜひちょっと話聞きましょうよ。うん、確かにね。あ、ロサンゼルス・ワシントンさん。市川刺身の手下感半端ない。今日から俺はにキャスティングしたプロデューサー、本当にセンスある。ああ、出てましたからね。刺身の評判がやっぱいいですね。ゆきぽんさん、刺身さん出るとき、楽しさで出ると楽しさ倍増。そろそろゴシップ動画第3弾もお願いします。ああ、やりたいね。やりたいね。やりたいね。ただただ楽しいですからね。ああ、まあ、全員やりつければ大丈夫なのかな、マウスが。そうっすね。距離離れて、うん。そうね。できるようになったからね、そろそろ。味噌煮込みさん、達郎さんの YouTube 見てる人間からすると裏側聞けた感じで嬉しかったです。あ、なるほどね。達郎さんも YouTube めちゃめちゃすごい頑張ってはりますよね。すごいね。ゆうさん、最後のピー音ネタが、刺身が最初名前言ったところはピー音入ってるけど、後に名前言ったところはピー音入ってないから名前を丸分かりやで、できてますけど。ミスったー。完全にミスってます。すいません。ミスったって言ったらもう認めてもらったことになりますけど。違う人じゃないですか、それは。あ、違う人かもしれない。そんなミスを犯すはずがないんで、そうです、違う人だと思います。あ、そのこと結構言うてますね。ああ、そう、あの。皆さん、心優しい方だと思いますんで、黙ってください。黙っといてもらえますか。お願いします。ニューヨーカーさん、刺身さんとニューヨークさんの絡みは毎回よだれ垂らしながら見てます。うん。嶋佐さんはインドの大スターアーミル・カーンに似てる。リリさんが言う。えまた新しいレパートリー、晩餐カッセル調べてみて。ちょっとアーミル・カーン外国人レパートリー増える。アーミル・カーンですね。あ、見たことあるこの人。どれ？ああ、何に似てってる人だ。ミスタービーンや。若いとミスタービーンやね、ほぼ顔。ちょっと検討します。検討。刺身が人気です、やっぱり。質問、ユンニューヨーク推しさん、嶋佐さんへ。身長165センチ以上の女性のことをどう思いますか。やって。あ、全然もうそんないいと思いますよ。あんまり気にしなくなってきましたね。あ、ゆめみさん。嶋佐さんめっちゃ足綺麗。いつも洋服おしゃれだし、なんでも似合う。ね。ね。あ、水さん、嶋佐さんの足綺麗。うん。え、なんで足、あ、足出しとるからか。なるほどね。はい、じゃあ次いきますか。刺身一見トーク下手そうだけど普通に面白いし好き。なんで一見下手そうに見える。次がエレパレの特報ですか。これどうします。ニューラジオ。あ、じゃあエレパレのとこ行きましょうか。はい、はい、特報も見ますか。まあ軽く第3弾ですからね、この特報。はい、そうか。もう僕は見ましたけど面白かったですよ、エレパレのやつ。なかなか長かったですけど、どのくらいの人がね、楽しみしてくれてるんだよね。みんなめっちゃ楽しみにしてるからね。名倉俊一、期待しかない。これを励みに激務に耐えている。まあ、パソコン新しいの買いましたんでね。エレバレの編集すぎて壊れましたもんね。T 渡辺さん、期待値が上がりすぎて怖くなってきた。期待してるんやな。裏切らないと思います。大丈夫です。なるほどね。むすびさん、マジで映画館で見たいです。ハンカチ持っていきます。
えなりかずきさん、劇場で上映してほしい。ニューヨークファンしかいない空間で大笑いしたい。確かになぁ。リョン628さん、ワイスピかエレパレかっていうくらい心待ちにしている自分がいる。うん。みんなハードルが上がってますね、だいぶ。いいですね。これおもろい。ファザーマザーさん、ここのコメ欄、エレパレを励みに頑張っている人多いけど、あんまりハードル上げすぎるのリスク高い気もする。リスクはねえですよ別に。リスクの意味分かってます？リスクは大丈夫です。ないです別に。ハードル上げてもただですからね。小林さん、この特王3のサムネ、特王1と2と比べて指がどんどん近づいているんですよね。気づいちゃいました。もうエレパレから逃げることはできないんですね。ああ、よく出ていただきました。ありがとうございます。あ、そうなん。実はこれがどんどんこう近づいてて、はい。なんかそれ、じゃあそういう工夫をしてるんです。面白い。こんなことしとったんや、はい、俺が気づいてなかった。ぜひ見ていただきたい。あの、気づかないとわからないポイント本編にもあります。目を凝らして見てくれっていうね、ありますね。うん、はい、後半とか特に、はい、もう何回も見てください。か、よかった、ね、特番に気づいてよかった、嬉しい。大島くんとかが考察上げてくれへんかな。あ、大島さんお願いします。いや、めんどくさいでしょ。大島くん先に送りましょうか、なんだろう。いいね、うん、千田まみこさん、最後の歌ってもしかしてエレパレのテーマソングだったりして。はあ、みんな食いついてくれてますね、このエレパレの話題に。こんなにね、そら食いついてますよ。決めました。僕の今年の卒論のテーマはエレパレです。テレトマソン、はいはいはい、はい。まあ、今回 の、 あのドキュメンタリー作品ですので、まあ普通の映画とは違いますけども、まあ多分後ほどそのドラマ版というか、そういうのを松井大吾さんとかやってる。大吾忙しいっすよね。さあ、続いてニューラジオの作り方のやつですね、はい、これね。またロサンゼルスワシントンさん、最近誰でも配信できる音声番組アプリも多いから、本格的に始めたい人はためになる。あ、ほんますか、ありがとうございます。立方体さん、いろいろ手探りでここまでやってきたんだなと改めて感じました。ほんとね、そうですよ。最初はなんかあの変な毛布みたいなやつの出費もありましたね。ありましたね。買いましたね。音が反響する線みたいなことでね。はい、ヤマハの、ミキサー同じの持ってます。カンナ V2 さん。すごい。これだ、一番多分メジャーなね、うん、やつなんで。ムームーさん。休日課長のニューラジオゼロ聞きたいな。あー。やってほしいけどな。本当よね、アーティストの人からもね。アーティストの方も全然ね、はい、やっていただいて大丈夫なんで。お願いしますよ。はい。広瀬さん、AV 語るときよりだいぶかっこよく見えるわ、K さん。かっこよく見えたって。あります。いや、うんって最初、無言で言うのじゃない。そこいるんだから。クリープハイプの尾崎さん、ニューラジオ始めてくれないかな。 J-WAVE の深夜に愚痴と下ネタばっか言ってたラジオ大好きだった、みのちゃんさん。尾崎さんね、尾崎世界観のニューラジオ始まって最高やけどな。これはゼロいらないですね。ゼロもちろんいらないです、尾崎さん。いるのは休日課長だけですね。課長はちょいゼロ気味かな。うん、はい、もうどこでしょう。はい、はい。で、オープニング。そうですね。これもすごい作品たくさん。いや、ほんとこれ全部は流してないんですよね、結局。一人一作品にしてるっていう。あ、なるほど。なるほど。うん。だから全員分はもちろんなる。あ、なるほどね。はい。これはめちゃくちゃみんな、すごいすごい言うてくれてましたよね。いや、すごかったもん、これマジで。正午の、なんてことだ。N って感じ。ゾノ。全部めっちゃ良かった。もったいないよ。全部を何かに使ってほしいですね、ツボ。確かにね。よくみんな言ってくれてた、アイキャッチに使ったらいいんじゃないかとか、短いやつは。
確かにね。そんなんはどうなんですか、使わないですか。検討します。検討。はい。使うかもしれん。そうですね。なんかまあ、急に素材が増えると、こちらも編集の人たちみんなね、ボランティアなんで大変なんで、うんうん、まあ、やり方が急に変わりすぎると、なんか、まああれかなっていうのもあって。あと僕がいいと思ってたやつは、芸人が作ったやつでしたよ。うん。あー、なんか らしいね。サンプルっていうコンビの。ありがとうね。金髪の子が作ったやつだったらしい。そんな送ってきてくれてたんでね。ありがとう。うん、ちなみに採用された1位になったはい。ちょっと前にもう編集ボランティアでうちに入ったっていうね。ああ、そうなんですか。そう。まあ、じゃあ、ボランティアスタッフの方なんですか。そうなんです。へぇー。ただ入る前に送ったんだと思う。はぁ ー、 ー。あ、じゃあすごい心強い人が入ってくれてますね。はい、水田匠さん。うん。ありがとうございます。メッセージもくれてますよ、コメント。33番匠でございます。この度は採用していただきありがとうございました。ニョクさんチャンネルのイメージ取り入れて制作したので、皆さんに親しんでいただければ幸いです。ありがとうございます。で、早速、版画にしてほしい写真の方もいただいてます。ああ、撮らなあかんよ、じゃあ。はい。そうか。キララさん、どれもめっちゃかっこよかった。いろんなとこで使ってほしい。全く関係ないですが、猿岩石の白い雲のようにを本気で歌ってくれませんか？関係な。関係ねえ。軽く歌う？ちょっと。いや、本気でじゃないと。一回撮ってみるめっちゃおもろいやん。いや、まあ、ファーストテイクみたいにガチで、今、猿岩石のそれ歌うの面白いじゃん。あ、歌う？もうこの後撮るかじゃん。白い雲のように。うん。いや、分けて撮る、やろうよ、ちゃんと。森脇さんと。ああ、なるほど、ね。有吉さん。音がちょっとあるかどうか。ああ。うん。めちゃおもろいよ、聞きない、白い雲。あそこ言うね、遠ざかるって入ってくるとこあるよ、サビ終わりに。あそこいいよ、ね、繋がるとこ繋がるとこ。白い雲のように遠ざかるって入ってくるとこ。大丈夫、はい、あ、撮れますんで撮りましょうか。大丈夫 ?MV にしなくて大丈夫芝生で。いや、あれ、だいぶロケ大変でしょ。でも、ちょっと雰囲気出したいですよね。ここ、うん、こう家じゃなくて。あそこの、ほら、吉本の芝生で撮れるよ、うん、ああ、うん。今度撮りますか、じゃあ。音だけここで撮って。ああ、V だけ。V 後から作ってもいいし。なるほどね。うん。まあ、もう白い部屋だから、ファーストテイクっぽくやってもいいけど。ああ、確かに。はい。そんな感じですかね。はい。みんな、ナンバーがかっこいいとか言うてくれてる人もいます。さあ、続いて、ケイちゃん。はい。山本さん。これ、ケイちゃんチャンネルで、もともと一回、もうだいぶ前上がったやつを、僕らもずっと回してたんで、ね、僕らの方でも編集してみようと、ちょっと練習の意味も込めて。はい。っていう感じで、上げさせていただきました。向こうは、松本さんっていうのはもともとめちゃイケを、めちゃめちゃ長くやってた方なんで。はいはい、ディレクターさんね。まあ、編集もカメラもうまい。で、まあ、ちょっと変えたやつをね、あげさせていただきましたけど。うん。コシタカケロ。悩みがありましたが、この動画を見てつまらないことで悩むようになりました。ありがとうございます。笑いました。どんな悩みちなみに。みんなおもろいおもろい言うてくれてますね。ナニさん、お願いです。ニューヨークに関わらないでください。ケイちゃんにコメントしてる。いいファンやね。あと、オープニングがね、ついとんのが感動みたいなこと言ってくれたんですね。早速言わせていただきました。あ、これはレイさん。山さんと、山本さんうるさくて途中で見るのやめてしまいました。しゃーねえな、それは。あれ面白くない、ね、しゃーないっす、これは。そっか。そういう人もいます。俺は面白いと思うけどな。やっぱオープニングね。堤下さんもね、何気に初めてね、あんながっつり話してもらいますよ。なんか、話聞けないコラボしてる。あ、来てないっす。堤下さんの番組とは。ぜひ、一回。気使ってましたもんね、堤下さん。なんか、ニューヨークが損するんちゃうかみたいな。うん。
包み下さん、切れ味さすが、アフリカさん。そうなんですよ。関東の代表格ですからね、包み下さん。すごいですからね。あの日、たまたま喉のコンディションが悪かっただけで。まあね。岩室さん、もう芸人さんの好きなところに詰め込まれまくってた。ああ、いいね。おたちさん、マジで声出して笑った。もうテレビでこういうの見れないよな。そんなことないでしょ。テレビでもやっていきましょうよ。ね、今、実はちょっとだけお笑いブーム来てるんでしょ？ネタ番組が。ああ、らしいですね。まだね。だから、うん、また見れる日が来るかもと思いますよ。AAA さん、ベテラン二人の私服怖えな。気づいちゃった？この世代の人の私服怖いから。野球やってた人の、うん。野球やってた芸人のこの世代の私服怖いからね。かっけえけどな。かっけえ。うん。体がね、できてる。体できちゃってるから。ツーショットマジヤクザやもんな。ほんとそう。すで、村上鈴木さん、めちゃイケ、跳ね飛び、バチエレ、それぞれの問題児が集まっちゃった感最高すぎる。なるいやいや、バチエルの問題児は俺らじゃねえわ。言うなよ、いいね、うん。改めて見てもすごいメンツだな、テトラポッドにしたさ。こんな感じですかね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、皆さんお待ちかねのエルパレの映画は、まだ、来週はまだ出ないですかね。でも、ただ、特報が。今週、予告。今週か。あの、特報とは違う、予告が。予告が出ます。そして、そこには公開日もきちんと。はい、が出ますんで。もう少しだけ皆さんお待ちください。ということで、はい、今週もよろしくお願いします。ありがとうございました。